はい、皆さん、こんにちは。いきなり。だからなんだ。いや、これはですね、今度オフ会で皆さんにいろいろプレゼントをさせていただくんですけど、大抽選会っていうのがありまして、その中の一つに、そのニジコ直筆カード、パワーワードのパワーカード というものがありまして、それを今一枚書いておりました。はい。言葉は他にもあるんですけれどもね。で、今日はそのちょっとオフ会に行く人の話、そしてでもそうじゃない話もあるので、よかったら聞いてください。まあ、オフ会に関係するグッズとかオフ会の話なんですけども、その大抽選会っていうのがありまして、そこで何をプレゼントするかっていうのをもう一回お話しようかと思いまして、こんなのを書きました。まず一つはですね、LA のお土産でございます。LA、もう懐かしいですね。6月に行った LA。うん、その、LA ね。そこで買ってきた、まあ、ちょっとしたお土産。これが14個あります。はい。そしてもう一つが、これですよ。これですよ。じゃあ、ムジカ。ムジカ。ねえ。こちらをプレゼント1冊ですけどね、1冊させていただきます。で、これはまあ私のものなんですけども、皆さんっていうか、そのプレゼント用に、もうこれも綺麗なんですけど、全く未使用、ずっとただ保管していた、大切に保管していた、折り目も汚れもない美しいものをプレゼントさせていただきます。そしてもう一つが、GQ ジャパンね、これもね、大騒ぎしましたよね。こちら、GQ ジャパン。で、この中に1ページ、あ、1ページ半ぐらいかな、だったかな、2ページか、あるんですよ。風さんが、バーン、映ってるんですよ。屋形船の時のね、ちょっとベージュチックな、スーツを着て、屋形船で撮ったのありましたよね。あの時のものです。はい、それが、掲載されている GQ ジャパンですね。はい。そして、これは一冊ずつ、お一人ずつです。はい。そして、ブレンダー。これなんですけど、実は、まあ私、やらかすんですけど、いつも。これね、ブレンダー。ブレンダー、ハンドブレンダー。これを私ね、間違ってね、2個注文しちゃったんですよ。やるよね。で、これを、まあ、1個私は重宝して使ってるんですが、お一人様、いりません？こんなの。一応持ってくんで、いらなかったら私持ち帰りますけど、一応これもプレゼントの一つとして出させていただきます。そして、ニジコ。直筆カード。これがそのさっき書いた。だからなんだ。あ、2枚あります。だからなんだが2枚。他の言葉も書こうってかと思うんですけど、なんか元気になるような、パワーみなげるような、そんな言葉を書こうかと思ってます。パワー注入してますんで。注入ってこれじゃないか。注入してますんで。はい。それからですね。これ、目玉です。って自分で言うけど、ニジコとデート。こちらは、私と差しで、1対1でデートしましょうという企画でございまして、東京の私のお気に入りの素敵なレストランで、2時間ほど一緒に過ごしましょう。そして、もちろん、ご馳走いたします。という企画でございます。なので、東京に来ていただかないといけないんですけどもね。はい。そしてもう一つは、ニジコとズームでおしゃべり。これは、で、ニジコとデートお一人です。で、ニジコとズームでおしゃべり。これは、まだ人数決めてないんですけども、まあ、ズームで30分おしゃべりしましょうっていう企画です。ズームでお顔見ながらね。うん。という企画でございます。はい。アンドモア。もしかしたら何か増えるかも。わかんない。
増えないかも分かんないけど。っていう感じでございます。で、グッズがですね、この間も私お見せしましたけども、ちょっと顔はちょっと今日はあれなんですけど、この長袖のね、T シャツ。これね、ちょっとまた、生地がこれよりもっと厚めになります。もっとしっかりした生地になります。そしてここがリブになって、袖口が。ナンナンティとか、あと、ラサティもそうだっけ？なんか昔そういうここがリブの T シャツありましたよね。あ、違うわ。全部そうだっけ？全部そうだったかな？あれ？ちょっと記憶が曖昧。まあ、ここがリブなんですよ。で、こうやってやってもこう降りてこないみたいな。そういう、このね、T シャツ。Everything's gonna be fine というね。はい。すべてうまくいくという、これも元気の出る T シャツでございます。で、これの、半袖バージョンもあって、この半袖バージョンね。はい。そして、後ろには、これね。これね。オーガニックセクシー。これはこのロンティーもついてます、背中にね。はい。この色がなかなかいいでしょ。ね。はい、控えめだけど、このなんかセクシーなこの、これね、これがあったりしてね。はい、で、これはオフ会に参加できない方もお買い求めいただけます。で、受注販売なので、競争でもないし、好きな時に好きなだけ、まあ、年内ですけどね、はい、お買い求めいただけます。また、サイトは近いうちに貼り付けますけどね。で、こちらがそのバッチです。念願のニジコバッチ。ニジコバッチでございます。はい。これもかわいい。レザーっぽいやつね。レザーじゃないけど、レザーっぽい。こんなふうに。あれ？こうか。うん。なっていて。で、このキーホルダーもね、ちょっと改良しまして、もっと色を濃いめにしました。これはちょっと薄いです。本物はもっと濃いです。そしてこれクリアなんだけど、白ベース。この全体がね、白ベースのものを、どうやったら？白ベースのものも、これじゃわかんないかな。白ベースのものも、作りました。はい。で、まあ、今回のオフ会の、まあ、趣旨と言いますか、そんな大層な話じゃないんですけども、まあ、あえて言うならば、やっぱりね、来ていただいたからには、皆さんに本当にいい気分で帰ってもらいたいんですよね。だから、まあ、そういう私も意図をしてますし、ただ、わあ、楽しいだけじゃなくて、何かこうきっかけになるような、もう本当に私がいつもあっちこっちで言ってるんですけど、本当の自分を生きるっていう、そこに気づき、そこに向かっていけるようなお話もしたいと思ってるし、あと皆さんの相談にもお答えしようと思ってます。うん。そうなんですよ。だからそういう何かこう持ち帰っていただいて、目に見えないものではありますけどね。でもそれが私はとても大事だと思ってるんですよ。うん。なので、2025年が今よりもっと軽やかに、本当に自分らしく生きられるように、もう喜びで毎日生きられるように、そんな風になる人が一人でも増えてほしいなって思いで、私も日々いろんなことやってるんですよ。はい。なので、そんな思いでオフ会も挑みたいと思っております。まあ、基本はみんなで楽しくなんですけどね、美味しいお食事をいただいて、みんなでワイワイ楽しくなんですが、やっぱりそういうところは大事だと思ってます。そしてなかなかこの言いづらいというか、まあ、なんだろう、私の中のまだその
怖さがあるんですけど、最後に皆さんにヒーリングを送らせていただきたいと思っています。で、これは私がもう本当にライフワークとしてやってることで、普段たくさんの人にさせていただいてまして、で、喜んでいただいている、とても喜んでいただいている、そういうヒーリングなんですね。で、それともう一つ、もうね、本当にね、怪しいって思われるだろうなっていう、もうね、もういい、いいや、もう怪しいと思われるならそれはそれでなんですけど、でもこれもとても喜ばれておりまして、大人気なんですね。もう本当に嬉しい、お声をいっぱいいただいてるんです。昨日もいただいた、今日もいただいてます。何かっていうと、まあ、お財布ヒーリングというものでございまして、まあ、お財布の中が豊かになるよっていう。ねえ、何言ってんの、二次か。怪しいってなりますよね。いいです、なっても。でも本当にそうなんです。ちゃんと理屈もあるんですけど、まあ、そんな細かいことは言いませんけども、まあ、そういったことをさせていただきます。それで、皆さんがね、本当に、物心ともに豊かになっていただきたいなっていう思いで、無料でさせていただきます。っていう感じで、やっぱり、オフ会って、まあ、何やったっていいんだけれども、そのね、皆さんが、交流できる、そういう場でもあるし、そして、こう、私と、こう、もちろん交流できる。そして、やっぱり、こう、持ち帰ってもらいたいって思いがすごいあるんですよ。物ではなくてね。物も少しありますけども、そうじゃなくて、よりよく生きるため。より自分らしく生きるため。いいねマークが出た。なんだこれは。っていうことで、今回やろうと私は思っています。なので、それが皆さんに受け取ってもらえたら、本当に嬉しいなと思います。で、お土産ステッカーもご用意しております。どんなふうに使っていただいてもいいんですけども、このスマホなんかにこうちょうど入るぐらいな感じの大きさにはしてるんですけど、まあそんな別に入れなくてもいいですよ。どういうふうに使っていただいてもいいんですけど、そんなのもあります。で、もう本当にこんなこと言うのは心苦しいし、何様だよなんですけども、まあ注意書きにもあったと思うんですが、どうぞ皆様、体一つでお越しください。どうぞ皆様、体一つでお越しください。もうお土産は本当にもうそういうことをお気になさらず、これは私、社交辞令で言ってるんじゃなくて、本当に、まあ、皆さんにね、その余計なお金を使わせるのもこう忍びないし、それなら皆さんの美味しいランチ代にしてください。それと、やっぱり私も持ち帰れないっていう問題もあって、まあ本当にそういう問題もありますし、あと私もこうがんになってからですね、ライフスタイルが随分変わったんですね。で、食べるものも本当に変わったし、限られてるし、あとその日常使うものもなんかあんまり化学物質、石油系とか合成なんやらとかを使わないようにしようとか、なるべく自然なものみたいな風な生活をしてるんですね。これもコットンだし、着るものもなるべく100%自然なものとか、そう、なので、めんどくさいやつなんですよ、今私。本当に。なので、せっかくね、もしいただいても、それが、もう無駄になってしまうということもあるし、だから、っていうかね、本当に私はね、皆様が来てくれるだけで嬉しいんですよ。その気持ちだけで嬉しいんですよ。なので、本当に
何かものでって思ってくださる方いらっしゃるみたいで、なんかそういう DM もね、いただいてるんですよ、いくつか。でもね、ごめんなさいねってお断りをさせていただいてて、で、一人でも受け取っちゃうと、じゃあ私もってなるじゃないですか。なので、本当に申し訳ないんですけども、何も、お持ちにならずお越しください。せっかく持ってきていただいても受け取れないので、私。すいません。こんなこと言いたくないんです。本当に何様でしょう。もうずうずうしいですよね。本当に、でも、どうかご理解いただけたら、本当に嬉しいです。で、いや、でもなんか、渡したいっていう、そういうね、お気持ちのある方も、本当に、もうなんか、私なんぞのためにそんな風に思ってくださるのかと、ありがたいですが、お手紙なら、受け取らせていただきます。それなら私も持ち帰れる ますしね。うん。なので、本当すいません、こんなことを言うのね。もうなんか本当めちゃくちゃ私も心苦しいし、何様だって思うんですけども、すいません。みんなが幸せになるためにっていうことで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。っていう感じかな。うん。なので、もう本当に私、すごく今度のオフ会、ね、かたくなにやらないって言ってたオフ会をやることになって、うん、なんか、こう、どんどんね、こう、実行委員の方とミーティングを重ねるうちに、より私はこのオフ会をどういったものにしたいのかなとか、皆さんにね、どんな風になってほしいのかなとか、いろんなことを考えるようになりまして、うん。で、いろいろな思いがね、どん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 今湧いてきているところです。みんなで本当に2025年をね、健やかに新たな気持ちで、こう余計なものを全部そぎ落として、2025年を迎えられるように、そんなきっかけになるオフ会になればいいなと思ってます。はい。ということで、なんか後ろの変なものがいろいろ映って恥ずかしいんですけど。もうまんまでいきます。はい。ということで、ね、はい、これはプレゼントのこんな感じですっていうものですが、皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。そして、行きたくても行けないという方には本当に申し訳なかったんですけれども、ライブ配信もできる限りさせていただく予定なので、なんか変なものが入ってきた。よろしくお願いします。はい。ということでございます。すいません、こんなことで配信しまして、よろしくお願いします。ではでは、また。